文芸評論家山崎幸太郎の反論断辞表チャンネルです。今日のテーマは詩小説作家岳真也の最新作章について。詩小説とは疑似現実の覆いを突き破って隠蔽されてしまった本来の現実を取り戻すことである。それでは山崎先生、よろしくお願いします。こんばんは、山崎幸太郎です。ですね、今日は私の友人でもあるですね、詩小説作家岳真也さんの最新作である章についてちょっと一言話してみたいかなと思います。岳さんのね、章という小説は要するに自分のね、息子さん、次男坊が、ちょっといろいろトラブルがあって、高校1年か2年でですね、学校を中退して、それから家に引きこもって、その後でですね、家庭内暴力みたいなことを起こし、で、行く最終的には精神病院に出たり入ったりして、でその精神病院ので、30そこそこの時に、不審な死に方をするという話が大きなストーリーなんです。それについて、岳真也さんはある意味で自分の私生活を克明に描いてるわけです。普通だったらこういう話を、書く人はあまりいないわけでしょ。だから引きこもりとかさ、家庭内暴力とか、それから精神病院とか、うつ病で精神病院に入ると、これは、日本の今の家庭っていうか、そういうの中では、ごくありふれた風景なんですよ。しかしね、これをありのままにっていうか、できるだけ現実に沿って書く人っていうのはいないですよね。で、新聞記事なんかで見るとそういう話はいっぱい出てくるわけでしょ。で、それはね、要点を整理してあるし、自分たちに、我々一般庶民にも分かりやすいように書いてあるから、なるほどと思うんだけど、でもそこは、それはね、今僕はそこに書いてあるんですけど、疑似現実なんですよね。自分たちに分かりやすい現実なんですよ。だから本物じゃないわけですよ。だから本物を書くということはやっぱり難しいことですよ。本当に例えば引きこもりの子がいて、家庭内暴力をやって、うつ病で精神病院に入ったり出たり入ったりするような子供がいたとしても、で、この前も同じような事件があった、同じような事件というか、事件がありましたよね。農水産省ですかね、そこのトップ、次官だった人ですよね。次官だった人が息子さんを殺しちゃったという事件もありましたよね。似たような話だと思うんですけどね。そこ、殺人事件とか、その死んだりする大事件に至らない、それ以前の段階の、その引きこもり、家庭内暴力とか、そういうのはもうさっき言ったように5万とあるわけですよね。でも岳さんはね、それをね、結構書いてると。これは読んでみるとね、読んでいくと結構ね、衝撃を受ける。どこが衝撃を受けるかというと、僕は今繰り返して言ってますけど、引きこもりとか家庭内暴力のようなんで、どこでもあるんですよ。 あるけれども、誰もそれを書く人はいないと、厳密に言うと。例えば社会学者がさ、それを書いて、どうすればこういう病気は治るとか、こういう状況は改善できるとかっていうことは言うけれども、それはね、一般論でしょ。解説してるわけでしょ。本当に向き合ってないじゃないですか、現実。本当の現実に向き合ってないんですよ。本当に向き合ってるのは、例えば父親であったり、母親であったり、兄弟であったりするわけでしょ。でもその人たちは、多分 99.9% の人が、その話を公開しないんですよ。隠して、そのまま、隠したまま死んでいくんですよ。だから我々は、引きこもりとか家庭内暴力というのは一体何かということはね、わからない。でも作家っていうのはね、特に私小説っていうものは、それを描くことができる文学なんですよ。だから僕はそこに書いてるんで、詩小説っていうものは現実だと思われてるものじゃなくてね、現実、我々が現実と思ってるものは疑似現実なんですよ。もうちょっとなんていうか、この
解釈された現実なんですよ。だからちょっとあれが入ってるんですよ、もう。だから、よく社会学者とかさ、新聞記事なんかの場合で現実をレポートしてるけれども、あれはもう、作り物の現実であってね、本物の現実じゃないですよ。本当に、その父親、母親から見た、引きこもりとか、家庭内暴力をする息子とか娘とかっていうものに、もう見た人、見た、体験した人たちの話っていうのはなかなか出てこないはずなんですよ。そこで、学者の章がすごい面白いのは、それを、書こうとしてる。書こうとしてるって言って、かなりの部分まで書けてると。よくこんなことを書けるなと思うぐらい書いてあると。それは、僕はここに書いてあるのに、疑似現実というものを、大いをね、突き破って隠蔽していたものを、本来の現実、本来の現実っていうのは目に見えないんですよ。説明できないんですよ。説明しようとすると疑似現実になっちゃうわけじゃないですか。ああ、そう、わかるわかるとかって。そういう話っていうのは、疑似現実であってね、本来の現実じゃないんですよ。だから、私小説っていうのの、難しさ、恐ろしさ、危なっかしさ、その凄さっていうのは、そこには疑似現実のその先にある本来の現実を描ききる、取り戻すっていうところにある。ところがね、最近の文芸雑誌とかそういうのを見てると、そういうものが全然ないんですよ。小説っていうのはフィクションを書くものだと言って、フィクションっていうのは、まあ言い方は僕は全然間違いではないと思うんだけど、フィクションなんですけど、僕の言うフィクションというものは、疑似現実から本来の現実へ向かうときにフィクションが必要だということなんですよ。だからフィクションじゃなければ、現実だから、まあ日常生活をありのままに書いたものが小説だとすれば、ありのままの現実というものが実はもう説明されたさ、疑似現実だということをよく自覚しないといけないと。それを自覚すれば、書きながら、一応書きながらですよ、これは現実じゃないな、もう嘘だなと思いながら書いていって、最終的に本来の現実を、にたどり着こうとする、そういう努力を重ねていくところに、私小説っていうものがあるんだ。それが、日本の近代文学はそこを中心にて発展してきたから、ものすごい力を持ってたと。例えば、三島由紀夫のような、全くフィクションの系の作家でさえ、かなり彼の小説の中は、彼自身の、個人的な体験とか私生活というものが大量に入ってるわけです。単なるフィクションで書いたものだけではないんです。そういう意味で我々は小説をもう一回再評価すべきだし、文芸雑誌も小説を中心のした雑誌になっていくべきだ。何も今の文芸誌が誰からも相手にされない、誰も読まない、社会的影響力も何もない、芥川賞とか直木賞っていうイベントだけが注目されるだけであって、その、例えば芥川賞を受賞した人の作家が、その後どうなったかは誰も知らないわけです。みんな忘れちゃうわけですよ。そういう状況になったのはなぜかっていうと、今言ってる私小説っていうものを、誤解してるし、全く理解してないし、そういう意味で、今の文芸誌は全く、人から一般的に注目もされないし、地盤沈下も甚だしと、僕もほとんど読んでないし、まあ暇な時に本屋さんで立ち読みするぐらいなんですよ。立ち読みしても、あ、これは面白いなと思って買っていこうかなと思わないんですよ。僕はだから僕がこういう話をするとね、普通なんか小説ってのはフィクションであってなんとかかんとかっていう人がもう圧倒的に多いんですよね。特に今フランス文学系とかそういう人たちの教養っていうのはそのフィクションで成り立ってますからね。僕はね本当に言うともう一つね、哲学の中に現象学っていうエドモント・フッサールの始めた現象学っていう学問があるんですよ。哲学の一つの流れの中にそのフッサールの現象学っていうのは何かっていうと、現象は見えてる、僕が言ってる今、現実と思ってるものは実はもうこれ自体疑似現実だから、本当の現実っていうものへたどり着こうとするために、現象学的還元をやるんですよ。エポケーするんですよ。目の前にあるものっていうのは嘘、これは本物も現実じゃないから。そうやって、それを何回も繰り返して、現象学的還元っていうんで、それを繰り返していって、現実へたどり着こうと、本物の現実へたどり着こうとするんじゃないですか。それがね、僕は現象学的還元っていう作業っていうのは
私小説の、あの小説の書き方の基本だと思います。同じだと思います。だからこれは理論的にもね、もう一回私小説というものを考え直すべきだし、文芸雑誌の編集者とかそういう人たちは、まあちょっとよく分かってないと思うんですよ。だからもう一回考え直すべきだと思ってるんですよ。だから、岳さんのこの、岳伸也さんの「ショー」という小説はそういう意味ではね、内容はもうありふれては、ね、いないんだけど、まあ、ありふれた話だと思うんですよ。で、まあ、作家が愛人を作ったり、昔風のそういうドロドロしたメロドラマになってるんですよ。しかしそこの、掘り下げるっていう作業がやっぱり岳さんは、岳伸也さんは徹底してると。まあ、岳伸也さんは芥川賞も直木賞も一切その他の文学賞も受賞してないんだけど、そういう文学賞を受賞した作家っていうのはある意味でその何て言うか、その最近の文芸雑誌の、そういう偏見というか先入見に乗っかかって小説を書いてる人たちだから、僕はあの単にその場だけの問題で終わってしまうと。だから逆に言うと岳伸也さんは文学賞も何も関係なしで小説を書き続けてきたから、そういう、あの、なんていうの、文壇の常識というものは度外視して本来の小説を書こうとしている。だから素晴らしいなと思うんですよ。まあ、で、説明欄に、Amazon のあれを貼り付けときますので、ぜひ買って読んでほしいなと思うんです。一般読者の皆さんには読んでほしいなと思います。読んでみて、だどこに面白さがあるかということを理解してほしいと。まあ、文芸雑誌の編集者とかそういう人たちもね、もう一回ね、原点に立ち戻るべきだなと思います。というわけで今日は終わりにします。ありがとうございました。ご視聴いただきましてありがとうございます。いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。